いつも動画に遊びに来てくださって本当にありがとうございます。今回はミニモトの楽しさ凝縮、女性ライダーから学ぶオフロードテクニック解説です。最後までお付き合いよろしくお願いします。今から20分間女性ライダーがミニモトで頑張っている姿をご覧ください。きっと皆様もミニモトが欲しくなるはずですよ。参りましょう。まずは CRF100、 CRF100 を狩る愛ちゃんです。ちなみに CRF100 はセルが付いてなくてキックだけの車両になります。基本的にどんなセクションもフルサイズと同じように楽しめてしまうのがミニモトのいいところなんですが、ガレバだけはホイールサイズがちっちゃいためになかなか苦戦してしまいます。とはいえ車高が高く見る位置が高いフルサイズでチャレンジするよりも、初心者の方はミニモトでチャレンジした方がきっといろんなところに行こうと思うはずです。見ている皆さんがミニモトに乗りたくなる、ミニモトが欲しくなるような動画を作っていきますよ。僕の前を走られているのはなんと TTR125、 この間出た新車になります。この間出た新車を早速エンデュロ仕様にカスタムして乗られている永瀬さんです。楽しまれてますよね。ちなみにこういった石の間を通るとき、耳元車高が低いのでステップを擦ったりスイングアームを擦ったりします。そういった意味で僕はカイダックでプロテクターを作っています。スイングアームとかに傷をできるだけ入れたくないんですよね。皆さんもぜひカイダック検索してみてください。自分でいろいろなプロテクターを作れますよ。前を IA ライダーの荒川さんがここ見るんだよっていった指示を出してくれています。障害物、自分が登る場所のもう一個先を見るように心がけてくださいね。さあ永瀬さんハマってしまいましたが、耳元軽いんで、はい、軽く登ってしまいます。さあそしてこちらレイコフKLX140 です。珍しいミニモトですよね。レーサーのミニモトになります。こちらの KLX140 なんですが、排気量が140あるので、かなり低速トルクからさらに上のトルクまでしっかりあるので、乗りやすいです。さあ、レイコフめっちゃ頑張ってますよね。こういった場所にチャレンジしてみようと思えるのもミニモトのいいところですよね。フルサイズだとまくれて落ちるとか足がつかないで怖いとか、そういった思いをして乗るのが嫌になってしまう、そういったことを避けるためにも CRF や TTR、KLX なんかは本当におすすめです。 TTR プラスマリちゃんガンガン攻めていかれてます。ここら辺から登るのが難しいんですよね。木の根があってその先一段上に登らないといけないんですが、そこなかなか難しいです。さあ愛ちゃん CRF100 でチャレンジです。はい、見事に中間地点まで行かれました。いや何度も申し上げるんですが、これフルサイズだと本当に最初怖いんですよね。で女性ライダーや僕のような初心者のライダーがチャレンジするには本当に身にもとっていいんですよね。足がつくし軽いし低速トルクあるしみたいな。そしてこちら猫ライダーさんです。めちゃんこうまいですよね。 CRF125 インジェクションになります。ちょっと比べて申し訳ないんですが、前回出した動画 CRF125 キャブ車を狩る AEG さん、エジガミさん、そちらの走りと女性ライダーの走り見比べてどうでしょうか。すごく丁寧に走られているのが分かりますかね。女性ライダーの皆さんが丁寧に走られているのが分かりますでしょうか。すごくアクセルを丁寧に開ける分きちんと前に進んでくれるんですよね。はい、そしてすいません、 KX100 におかれる僕はこけてしまいました。まあ下手くそなんでこんなもんです。とはいうものの KX110 本当にいいバイクだなぁと、この林間の練習で思いました。めちゃくちゃいいバイクです。乗る人乗ったら本当どんなところでも行けると思うんですが、まあ僕はあまりに下手なんで参考にならず申し訳ないです。はい、 TTR125 カール永瀬さん、はい、先ほど申し上げたように
スイングアームやフロントフォークステップを擦らないように気をつけてくださいね。そして次に足をつく場所を考えながら走りましょう。やっぱりどんな場所でもチャレンジしてみようと思えるバイクってとっても大事ですよね。これって軽くて小さくて低速トルクがある、さらによく言えばセルがついていること、とっても大事ですよね。そういったことを全て満たしてくれるのがこちらの TTR125 や CRF125 になります。愛ちゃんが狩る CRF100 は先ほども申し上げましたがキックのみ、僕が狩る KX120 もキックのみになります。もし僕が今からバイクを買うなら間違いなく TTR125 を買いますね。なんせ車体足回りがすっごくいいです。モトクロスのコースも走れるし、はい、マリちゃんちょっとまぐれてしまいました。ナイスガッツ、素晴らしい。いや、こういったことをやっても怪我をしないのが、しないのがっていうのは言い過ぎですかね、しにくいのがミニモトになります。もちろんホイールサイズが小さい分、ちょっとしたギャップで振られたり、こういった場所もフルサイズのようにスムーズにクリアするのはやはりそれなりのテクニックがいりますが、そもそもチャレンジする気にならない、フルサイズに乗るぐらいだったらチャレンジしてみようと思えるミニモトに乗った方がいいですよね。その方がきっと練習にもなりますし、経験値上げることができますよね。女性ライダーも低速トルクと丁寧な走り方で見事にクリアしていきます。そしていろんなところにチャレンジしようと思えるんですね。さらに構造が簡単なので壊れにくいですね。パーツ点数が少ないので壊れにくいんですよね。少々何やってもよっぽどのことしない限りは壊れないですよね。そういった意味でミニモトっておすすめです。こういった場所なんですが、フロントをギリギリまで下げる、ギリギリまで落ちる、ギリギリぐらいまで下げるのがベストなんですが、ここの場合後ろに石があるので下げることができないんですよね。だから余計に難易度が上がってます。こういったところのクリアの仕方なんですが、チンパンジーの酒井師匠曰く、アクセルをしっかり開けてクラッチをパッとつないであげる、アクセルをしっかり開けてクラッチをパッとつないであげるイメージです。ミニモトにはミニモトの走り方があるので、そういったところもこの動画、僕のチャンネルでは解説しています。ちょっとしたフロントのライン取りで走りクリアできるかできないかが変わってきます。とはいえやはりこの段差になるとミニモトなかなか苦しいですよね。先ほどのマリちゃんもまくれてしまいました。アイちゃんも苦戦中です。はい、ミニモトは軽いのでちょっとしたヘルプですぐに上がってしまいます。そしてはい、猫ライダーさんです。めちゃくちゃうまいですよね。体感がそもそもいいのか、めっちゃくちゃうまいんですよね。あっという間にフロントを上げてしまいました。先ほども申し上げたんですが、前回の動画の AEG さん、エジガミさんと比べてどうでしょうか。やっぱり安定していると思いませんか。バイクがきちんと前に進んでいると思いませんか。エジガミ様が果たしてこれ同じようにいけたかどうか。今回エジガミ様とここは走れてないので取れてないんですが、果たして同じように行っただろうか、ちょっと疑問に思ってしまいますよね。はい、猫ライダーさん、きちんとフロントギリギリまで下げます。そしてリアにしっかり荷重をかけます。はい、そして足をきちんとステップに乗せます。さあ行けるか。はい、見事に行きました。はい、うまい。いや、これもクリアしてしまえば少々どんなクリアの仕方でもいいんですよね。全く問題ない。こういって感じで遊べるのがいいですよね。どんなセクションでもミニモトで行くとワクワクするんですよね。めっちゃんこ楽しいんですよね。小さな石一つ乗り越えるだけでもワクワクします。フルサイズだと当たり前なんですが、あっという間に行けてしまいますし、
まあ目線が高いし、車高高いし、怖いし、みたいな感じなんですけど、ミニモトだと女性ライダーの方から初心者の方まで、いろんなところにチャレンジすることができます。はい、めっちゃうまいですよね。そして軽いから倒れにくいですよね。倒れないことはないんですけど、倒れにくいですよね。そして、はい、女性ライダーでも、軽くリアを持ち上げて位置を変えたりフロントを移動させることもできます。フルサイズだと重さがあったり車高が高かったりでなかなかできないアクションも簡単にミニモトだとできてしまいます。どうですか、だんだん欲しくなってきましたかミニモト。さあ中瀬さん、上の段から行きました。あ、下がった。はい、ハマってしまいました。いい感じですね。結構な段差があるんですよね。動画では伝わらないんですが、今まで見ていただいたところもかなりの段差、高さがあるんですよね。今、永瀬さんが上がられたのを見てもわかると思うんですが、はい。これもそうですよね。リアタイヤが落ちて結構な、はい、落ちっぷりですよね。本当に動画だと高さとかが全く伝わらないんで残念なんですが、はい、新車の TTR を狩る永瀬さんですね。ちなみにノーマルのキャブにフル液のマフラーを入れられてます。そして永瀬さん、ここでやっちゃいます。おー、新車が新車が新車の TTR 岩にこすりつけちゃいました。いやとはいえ軽く起こして、はい、リスタートです。いやー欲しいわー。はい、そして KX です。先ほど永瀬さんが上がられたところですね。 KX さらに軽いので、ああいった場所でも軽々と行ってしまいます。まあ、もちろんミニモトフォーストのようには低速トルクはないのですぐにエンストはしてしまいますが、とはいえ車高を下げた分キックもしやすくなったんですよね。そしてこれほとんどのところっていうか今までのところ全部2速で走ってます。ローを使ってないんですよね。それすごくないですか。モトクロッサーの112でローをほぼ使わずにここまで来てます。ローを使ったのってこの動画の一番最後に出てくる激坂を登る最後の最後の上り坂のところだけローを使いました。あとここもここ分かりにくいんですが2本ラインがあるんですよね。猫ライダーさんが行こうとしているラインと猫ちゃんが行くラインと、はい、右に斜めに1本ラインがあるんですけど、僕そこを行こうと思ってるんですよね。ただその先に木の根があるんでどの道引っかかってしまいます。ここではローを使いましたね。しかも押しが入りました。はい、 KX だとそんな走り方になっちゃいました。もうもちろん僕のテクニックがないのが悪いんですが、はい、とはいうものの車高低くなっていろんな意味でなんかとにかく乗りやすくなりましたね。 KX112 全然おすすめじゃなかったんですが、今回練習でめっちゃいいじゃんって思いましたね。本当に乗る機会なかなかないと思うんですが、もしあったらぜひ乗っていただきたいです。 KX112 にはCRF125、TTR125 にはない楽しさがあります。もちろん乗りにくさの方が悪は強いですが、楽しいですね。両方持ってるのが一番ですね。なかなか難しいですけどね。はい、猫ライダーさん、チャレンジです。いや、難しいんですよね。はい、結構なシャドウとグリップの悪さ、そして木の根ですね。実際あのラインが正解だと思います。僕の行くラインだとゴロに木の根っこに突っ込んでしまいます。はい、エンスとしても車高が低いからキックも簡単です。エンジンのかかりも抜群ですね。ただここは2速で上がりたかったんですが難しかったですね。ローで、はい、
なんとか行こうと思うんですが、ちょっと引っかかっちゃいました。押しが入りましたね。これも軽いから押せるんですね。車高が低いし、車体が小さいし、軽いから押すのも楽ちんです。ああ、難しい方から。ここまでミニモトを全力で押している YouTube チャンネルはほぼないと思うんですが、本当にいいんですよね。自分で行ってみようとか、自分でやってみようとか、チャレンジしてみようとか思えるのは、なかなか壊れにくい。おー、危ない危ない。お、見事にキャッチ。すごい。はい、愛の力です。立ち方向。素晴らしい。いや、こんなキャッチしたままじっとできるのも、愛じゃな。身元だからですよね。愛じゃな、もう。いや、ほんとフルサイズだとこうはいきませんから。ハンドル切らず、まっすぐ上がって。はい。じゃ、何の話してたっけ？そう。いろんなところに行こうと思いますよね。セルがついてるし、車体軽いし、そしてカスタムも楽しめますよね。いや、でかい。マフラー変えたり、外装変えたり、うん、デカールを貼ってみたり、ホイールを前後変えてみたりと、いろいろな楽しみもあります。自分だけのミニモトを作って楽しむっていうのは皆さんいかがでしょうか。さあ、ここのセクションもなかなか伝わらないんですが、すごく簡単そうに見えるんですが、本当に難しいんですよね。石が出ていて、一気に登ってます。はい、酒井ちゃんが指導します。アクセルを開けてクラッチをポンとつなぐ。今分かりましたかね。動きがフロントがポンポンポンと浮いてるのが分かりますかね。あの動きですね。アクセルを開けつつクラッチをポンポンポンと離してあげるんですよね。そうするとああいった動きをします。あのフロントが浮くっていうのはグリップしてる証拠なんで。はい、愛ちゃん頑張ってます。愛ちゃんはリアタイヤが滑ってますよね。酒井ちゃんのはフロントが浮くぐらいリアがグリップしてるんですよね。リアにトラクションをかけつつアクセルをしっかり開けてクラッチをパッと離してあげる。それをひたすら繰り返すイメージですよね。そうするとああいった感じでフロントがポンポンポンと浮きながらリアがしっかりグリップして上がってくれます。まあ、とはいうもののそれも練習感覚、ひたすら繰り返してやるしかないですよね。そしてシアレフ100なのでキックしかついてません。なんかここ数年一気にミニモトの中古の値段が上がりましたね。謎ですが急に高騰しだしましたね。はい、僕的には、もうちょっと安く、はい、買えれば皆さんが乗れるんで嬉しいんですが、かなり値段が上がってます。ただリセールもいいんですよね。ミニモトは高く買っても高く売れるので、その差額あまり大きくないですよね。そういった意味でもミニモトって最初買うとき高いなと思われるかもしれませんが、手放すときも高い値段で売れるんで、はい、ぜひ安心してください。というもののおそらく1回乗るとそんなに手放すって思わないんじゃないかなと思います。そんなに手放そうと思わないんじゃないかと思います。なんせ楽しいので、フルサイズも持ってるしミニモトも持ってるみたいな、一番いいかもしれませんね。はい、猫ちゃんチャレンジです。うまいんですよね。体感がいいんでしょうね、きっと。あ、うまい、はい、トラクションのかけ方抜群なんで見事にクリアされました。さあ、そして僕ですね。はい、下手くそ加減が際立ってますね。しかしながら KX112 実はうまかったら本当に軽く進んでくれます。下手なだけです。はい、これも伝わらないですが、最後の坂ですね。かなり急なんですよ。で、ちなみにずっとここも2速で来てました。なかなかモトクロスターの勝敗企業で、通常なら重くそ回して走るバイクなんですが、こんなにトコ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 走ってくれるとは思わなかったし、なんせ軽いんで楽しいですね、乗ってて。で、上回せば回るし、下もこんな感じで登れるし。ただここは一速にしました。この先ですね。ここから一気に角度が急になるんで、さすがに2速では登れないんでローにしました。
やもちろん上手かったら下から思いっきり全開で行けば二足で登れるんかもしれませんけど、僕は下手くそなんで、はい、ここでローにしました。ここで長い間ローを使ったのはこの林道、この林道コースでは、はい、初めてですね。一回失敗しました。いや難しいんだけど、角度が分かりますかね。やえ、かなりの角度なんですよねこれ。立ってるのが厳しい、そんな角度です。やだ。でもモトクロスターの KX110 に登ってくれます。わかりますかね角度。これが伝わると嬉しいんですけどね。さあ2足からローに、はい、落として、さっきのは2足で行こうとしたんですね。ここで1足で変えました。はい、1足でチャレンジです。この時スタートでハンドルが切れてしまうと、全然リアタイヤグリップしないですし、とんでもない方向に行きます。さらに傾けてしまうとリアタイヤグリップしないので、まっすぐしてあげてくださいね車体を。 できるだけ一定に保ちます。はい、登れました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ミニモト特集で、まあほとんどの動画ミニモトなんですが、皆さんも欲しくなったでしょうか。ぜひぜひ僕の動画を見てミニモト買われた方、コメントで教えてください。一緒に練習して一緒に上手くなっていきましょう。笑顔の輪が広がるミニモト、ぜひ皆さん買ってくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバイ。